イオンジェラ、ちょっといつも来てる公園の近くにこういったちょっとおしゃれなカフェがあの知らなかったんで、ちょっとたまたまね見つけたんですけど、ちょっと来てみました。ちょっとこちらのカフェ寄ってみます。外、本当軽井沢みたいだね。これ店内もおしゃれだし、ちょっとねワンちゃんがいるからテラスになっちゃうけど、うん、ちょっと外からじゃ分かんないけど、だ結構広いよね。ちょっといつも来る大きい公園があって、その道沿いにこんなおしゃれなカフェがあるなんて全然知らなかったんで、ちょっとびっくり。ちょっと今日はねお兄ちゃんとリオンとジェラと4人で来てるんで、今度ねママも連れてこようね、次回来るときは。今日はちょっとね来てないんだけどね。リオンどこだ、リオン下いた、こんなとこから知らなかったね。今度おやつ持ってこようね。ねえお散歩の帰り寄ろうね。いいね、おしゃれで。知らなかった。ちょっとお兄ちゃんと今これを頼んだんで、このバナナのタルトを食べてみます。知らないからね、おやつ持ってくればよかったね。おやつ持ってくればよかったな。お兄ちゃん海のソーダ、パパは前と同じアイスコーヒー。美味しそうだね。バナナのタルト自家製だよね多分ね。美味しそう。うん、自家製だね絶対ね。うまい、おいしい。ジェラとソーダがなんかかっこいい、いい感じ。魚のゼリーが、魚のゼリーすごい、なんか海だね。いいね、なんかもう夏だね。こういうの見ると魚のゼリー映った、わかんない。あ、本当だ、魚。あ、なんかかすかに映像で捉えられました。捉えました。綺麗綺麗、かわいい。美味しいよ、食べてみ、うん、手作りだね多分ね。うまい。ちょっとこれから利用しようね。いいね、なんかプチ軽井沢だよねまた。